ったアスファルト錆びた雨を匂いに吸い込まれてきそうでずっと怯えながら小さく膝を抱えて低い雲を眺めていたあの君がくれた優しささえなくしてしまうほど歪んだこの世界でうつむきその時はいつでも僕がそばにいるから君のために今すべてを捧げよう叶うのなら求めたマルヒト、状況を送れ。消防と合流、これから救助作業を開始する。ただいま芝公園にて東京都と港区により救援物資の配布を行っております。誘導に従って芝公園へ移動してください。怪我をされている方はこちらで待機してください。繰り返します。ただいま到着しましたか。いえ、次の船です。あと5分ほどで到着します。芝公園は15分くらいか。ミラちゃん、靴ずれ大丈夫？はい。さて、じゃあ行きましょうか。はい。昨日15時46分ごろ、関東地方を中心に大きな地震がありました。この地震の震源地は東京湾北部、震源の深さはおよそ25キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 8.0 と推定されています。ああ、やばい。あ、お姉ちゃん、東京タワー見えてきたよ。あとちょっとで家に着くよね。まだだって。でも、うちから東京タワー見えるよ。それでもうちまでは遠いの。ミラちゃん、大丈夫？大丈夫です。あの、公園って手を洗ったりとかできるとこありますよね。うん、トイレがあると思うけど、水は出るかしら。どこか汚れちゃった？あ、いえ。うちに帰ったら僕のプリンあげるよ。何？いきなり。だから頑張って。あのね、おやつで釣られるほど子供じゃないんだけど。嘘だ、おやつ軍曹のくせに。おやつ軍曹？そうだよ。これはやばいかも。ミラちゃん、もしかしてお腹痛いの？大丈夫です。痛いときは無理しないで言うのよ。ちょっと待ってて、私あそこ見てすぐ戻ってくるから。行こうよ。でさ、牛乳ソフトとかさ、また北海道今年は無理なの。パパがそう言ってたの。おい、ごめんごめん。ミラちゃん、ごめんね。お腹もしかしてケーキで？いや、違います。はい、携帯トイレ。これトイレなの？見せて。お、これ紙でできてる。見て見て。
うとき言ってね。どこでも使えるやつだから。あの、まだ大丈夫なんで。そう？携帯トイレ、ウェットティッシュ、こちらにあります。すっごい人ね。トイレ、トイレは。あっちで食べ物もらえるかもね。救援物資を配布しております。一人一人ずつ受け取ってください。ラーメンだ。向こうで配ってるみたいね。お姉ちゃん、カップ麺あるってよ。ねえ、ミライちゃん。今のはちょっと大きかったわね。ひとまずどこかで休みましょう。あっちは？あれテント？じゃなくてトイレみたいね。ちょっと行ってくる。向こうの木陰で待ってるからね。まったく、どんだけ我慢してたんだか。割り込むなよ。順番守れ。何？開いてんじゃん。後ろ見ればわかるだろ。ごまかすんじゃない。ほら、君も割り込まれたんだから何か言いなさい。おい、ガキ立てにして文句言ってんじゃねえぞ。子供の前で恥ずかしくないのか。君は一体いくつなんだ。お前一体いくつなんだよ、この野郎。こういうことを言ってるんじゃないよ。並べって言ってる。離せ。つながらない、うん、早くひなちゃんにつながるといいね、うん、ところでおやつ軍曹は大丈夫かな。あれ、どうしたの。マリさん、あ、チョコレート、携帯食、こちらにあります。飲んでるね。ラーメンもらおうよ、ラーメン。すみません、こちらのテント、カップ麺終わりました。あの人、2個取ってるよ。まあ、いるよね、ああいう大人。子供にはあれこれ言うくせにさ。きっと事情があるのよ。怪我してる人が待ってるとか。事情ね。あっ、熱っ。ミラちゃん大丈夫？やけどしてない？ひどいわね、ごめんなさいも言わないなんて。はい、ミラちゃん、どうぞ。はい。お姉ちゃん、僕のと交換しようか。だからいいって言ってるでしょ。品川の人たちが運ばれてきたって。ごめんなさい。すいません。お姉ちゃん、ミライちゃん、平気？何あれ。多分この近くで亡くなった人が運ばれてきてるのよ。
あの、三茶ってどうなってるか分かりますか？三茶ですか？三茶分かる？すいません、三茶まだ入ってきてないです。いつになったら繋がんのよ。学校に植えたマロニエ、大丈夫かな？知らないよ、そんなの。パパとママ、大丈夫かな？だから、わからないって！それぐらいあんただってわかるでしょ！ミラちゃん、ユキくん！とりあえず帰りのルートは大丈夫みたいよ。ほんと？ほんと！ここが今いる芝公園ね。で、こっちが渋谷。ここをまっすぐ行くと、私の家のある三軒茶屋。そこからは世田谷通りを通って、ここ折れたら木ぬた公園。そこからはあとちょっとで未来ちゃんたちの家ね。だからとりあえず一緒に三軒茶屋までは行きましょう。じゃあ、あとちょっとでうちなんだ。元気出していこう。あ、未来ちゃんも頑張ろう。学校着いたらさ、携帯つながるかもよ。意味わかんない。ゆうきくんはきっとつながったらいいなって思ってるのよね。その方がお姉ちゃんも嬉しいだろうなって思ったんだよね。さて、じゃあゴミ捨ててくるから、戻ってきたら出発ね。なんか分かり合ってる感じだね、ユキとマリさん。ん？お腹大丈夫？なんとかね。うちに帰ったらさ、プリンだけじゃなくて、もう食べ物の話ばっかしないでくれる？やっぱまだお腹痛いの？別に。じゃあ何？あとちょっとで家なのに。だからちょっとじゃないって言ってるでしょ、うん、それに家に着いたってうちが無事かなんてわかんないし。だいたいママもパパもこっちがこんなに電話してるのに連絡よこさないしさ。だってまだ携帯が。心配じゃないのかもね、あたしたちのことなんか。もうやだ、ほんと。はい。あ、橋を見たかったんだもん。夏休みなのにどこにも連れてってもらえないって言ってたから、だからお姉ちゃんと一緒に橋を見に行こうと思ったんだもん。まで行っちゃったのよ、あいつ。あ、いたいた。もう二人していないから探しちゃったじゃない。すみません。何かあったの？ゆきくんは？あの、ちょっと探してきます。ちょ、ミライちゃん、すぐ戻ります。うっ。
かったな。また建物壊れた？もうやめてよ、ママ怖いんだから。ユキ、ユキ、ユキ。ユキ、ユキ、ユキってば。もうマリさん戻ってきたから戻るよ。お姉ちゃん分かってくれないもん。東京タワーからうちを見るんだ。分かったよ、もう帰り道も分かったしさ、戻るよ。帰り道が分かったって家が無事かどうか分かんない、そんなことぐらい僕だって分かるよ。だから家がどうなってるか見たいんだ。お姉ちゃんだって家が無事だったら安心できるでしょ。絶対うちを見るんだ、うちから東京タワーが見えたんだもん。だからきっと。お姉ちゃん、パパとママ死んでないよね。パパとママに会いたいよ。どうしたの君たち。どうしました。ああ、迷子らしいんだがね。え、お嬢ちゃんたち二人だけなの。お父さんかお母さんは。あ、ごめんなさい、そんなつもりじゃ。大丈夫です、連絡がつかないだけですから。じゃあね、早く帰ってママにプレゼント渡そう。うん。ユキ君、コブできてるけど平気？うん。もう二人とも本当に心配したんだからね。ごめんなさい。うん、素直でよろしい。で、お台場での約束だけど、これからはちゃんと守ろうね。はい。よし、じゃあ今から避難所の中学校行くよ。各自荷物を持って。え、もう？
日が暮れる前には着かなくっちゃね。約束忘れないでね。3人で一緒に家に帰ろう。はーい。港区の学校が避難所に、救援を待つ被災者は今